封じ込め下にある SCP-1027 の資料。写真はザ・ストレンジャーの行為による。アイテム番号 SCP-1027。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1027 は食塩水に浸した状態で、標準的液体封じ込めタンクに収容されることになっています。餌やりスタッフを除いて、SCP-1027 と直に物理接触するのは避けてください。SCP-1027 には1週間あたり1個の新鮮な牛の脳が与えられることになっています。餌やりに関係するスタッフは全員レベル4のバイオ防具を装備してください。SCP-1027 に暴露する事故が起こった場合、影響を受けた職員は即座に SCP-1027 の一例とみなされ、標準的な封じ込めプロトコル下に置かれることになっています。説明 SCP-1027 は人、ホモサピンスの中枢神経系に酷似しており、人体外での生存に順応しています。現在財団が保有している SCP-1027 の資料の身長は 1.1 メートル、大脳の頂上から座骨神経の底までの長さから 1.5 メートルまでのものがあります。人体の機能する感覚器官に伴う基本的な感覚器官を備えており、これには感覚神経、目、下流も含まれています。SCP-1027 はこれらの神経系の信号を感知できるという点では、人間の場合と同様です。しかしながら、SCP-1027 は全身の神経構造の広がり方を様々に変える運動ができます。この運動は、SCP-1027 を液体媒置に浸している時に最も顕著です。SCP-1027 の神経構成は人のそれと類似していますが、神経構に関して異なります。SCP-1027 の細胞を覆っている髄鞘は、健康な成人の人で見られるもののおよそ 300% あり、これに加えて、SCP-1027 はニューロン上の神経口腔腱部で細胞の全長を拡大させていることが確認されています。また神経口に、神経伝達物質の浸透性を備えていることが明らかです。この結果、SCP-1027 は生態環境外で自立することが可能です。しかし、SCP-1027 に最も適している環境は弱塩水溶液の中です。SCP-1027 は哺乳類の脳内にある神経伝達物質を主な栄養源にしているようです。補給は、SCP-1027 の分泌物とある種油の化合物との間で起こる、浸透現象に類似したプロセスを通じてなされます。このプロセスの正確な動作は未知です。定期的に SCP-1027 に給仕することで比較的に従順にすることができ、これに暴露するリスクを低減することができます。しかしながら、SCP-1027 は長い期間給仕を中断されても生存が可能であるように見え、実際にこれらの化学薬品を必要としているのかどうかは分かっていません。SCP-1027 に生体の餌動物を示すと、SCP-1027 は明らかに餌動物の神経系と結合し、時間とともに神経伝達物質動態を吸引して、最終的に殺害に至るまで続けます。ただし、生体あるいは死亡した、暴露時において、死亡52時間以内、の人を示すと、SCP-1027 は前述の行動の代わりに耳道から脳に侵入します。そして、即座に髄膜を破り、SCP-1027 は神経節からドーパミンを部分改変した合成物と推測されるものを高容量で直接脳内に投入すると同時に、およそ 150mV の電気インパルスを引火します。90% のケースで、これらを組み合わせることで脳の基本活動を弱気させていることが示されています。さらに暴露者の神経系が新しい SCP-1027 になる変異が始まります。神経口が肥大し、分解作用を加速させて全ての中枢神経系が寄り主の本体から分離します。現在まで、SCP-1027 の資料が独立する以前に保有していた記憶を維持していたことは確認されておらず、知性構造も下等霊長類に等しいレベルです。